小島康彦は、日本のウイルス学者、NPO 法人インターフェロンハーブ研究所所長、インターフェロン発見者の一人、長野太一、小島康彦の実験。長野太一、小島康彦らは、1940年代から生態において、抗ウイルス免疫が発現する正確な時期を、素人として精密な実験を重ねた。の皮膚の多数の箇所に、ワクウイルスを接種し、 その同じ箇所へ手術の時期にワクチンを注射し、皮膚病変の起こるのが阻止される状況を観察した。この際のワクチンは、ウサギのワクシニアウイルス感染組織のホモジェネートに、紫外線を当て、ウイルスを不活化したものであり、動物組織成分と不活性ウイルスとの混合物である。ワクシニアウイルスが選ばれた理由は、比較的流形が大きく、露過で除去できるからである。 実験の結果以下のことが分かった。ワクチンの効果のピークは注射後1日目と2週後の2個ある。ワクチンその遠心上真の効果のピークは1日目のみである。遅い方のピークは通常の免疫効果と考えられるが、早期のピークは非免疫性の効果と考えられるを研究している過程で、本来効果があるべき、タンパク質の上積み液の中に、タンパク質以上に 抗ウイルス効果がありウイルス感染の阻害作用を持つ、可用性因子が存在することを発見する。1954年、同因子についての世界初の報告を、長野との連名で、日本ウイルス学会総会で行う。1955年、学会当日の論子と討論が、学会誌ウイルスに、不活性牛痘ウイルスの発がん阻止作用という題で、掲載される。 1957年、イギリスのアイザックスとリンデマンがこの因子をインターフェロンと名付ける。この医学史上に残る実績から、小島はインターフェロン発見者の一人として世界的に認められており、権威としても名高い。インターフェロンには抗ウイルス作用があり、現在肝炎や癌の治療に応用されている。小島は人は食事で免疫力を高められる。 またその方が自然で安全性が高いということを信念として新薬の研究を重ねる。小島が特に注目したのは中国の薬膳料理だった。小島は漢方症薬や食品素材200種類以上をスクリーニングし、インターフェロンインデューサーを数十種類発見する。インターフェロンインデューサーは体内でのインターフェロン誘導因子、誘発物質。 体内で細胞からインターフェロンを出させると同時に、ウイルス分解酵素も産生するため幅広くウイルスの増殖を抑制する。C 型肝炎や癌の薬としてのインターフェロン製剤とは異なり、副作用がない。ウイルスを駆逐するのではなく、増殖を抑制し発症させないという予防医療の働きをする。インフルエンザの予防にも効果が期待されている。長野精子は、 予防注射に加えて気軽に食べるワクチンとしてこのインデューサーに期待している。北里研究所で漢方薬の成分からインターフェロンインデューサーを開発することに成功した。小島は国際的な特許を30件以上取得している。現在の医科学研究所、20世紀における科学技術の足跡東京大学伝染病研究所教授。ありがとうございます。